こんにちは、スイッチマンです。今回は以前紹介したシズラーブラックに引き続き、もう一つの隠し機体のシャア専用ザクを紹介します。宇宙ルートの無限力イデのシナリオで、バーニーをある位置に待機させると入手できます。初見で入手するのはほぼ不可能で、ネタ的な機体となっております。それでは、まず入手時の機体の性能と10段階改造を施していきます。すでに3段階の改造が施されております。機体をフル改造していきます。機体性能は凄まじいです。とても、一年戦争時の機体とは思えません。次は武器を改造してみます。比べると武器は貧弱なものです。特筆すべきはその移動力で12もあります。これはザク界の移動力の3倍になっているとのこと。こんなに移動できます。では各武器の演出を見ていきます。まあ攻撃力は物足りないです。ただ運動性は最高クラスの F91 をも超えております。共に運動性ボーナスをつけてるんですが、 F91 よりも20高い240まで上がります。とてもザクとは思えない性能です。ネタのような機体です。今思うとシャアが一番強く見えたのは、赤いザクに乗ってた時のような気がします。ということで今回は隠し機体のシャア専用ザクの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。